はいどうも小魚です。今回の動画は究極のレッドゾーン VS ブロリーをクリアした際の編成と立ち回りについて解説していこうと思います。まず編成に関してはブルーコンビをリーダーに技の極ベジ、高コンビ、極限した4周年悟空、ハイクーハン、6周年ベジータっていう形になります。で突状況に関しては左から無突無突無突三突無突二突っていう形になります。で自分は極限した技のゴッド悟空を持ってないので、その技のゴッド悟空を持ってない方にも、まあ、お役に立てればなっていうふうに思います。ただ技のゴッド悟空持ってる方は優先的に入れた方がいいんじゃないかなっていうふうに思うっていう感じですね。でアイテムはお化けですね。でサポートメモリーがブルマの奇妙な巡り合わせを持っていきました。でブロリーに関しては全部で4000あるんですけど、全体的に火力はめちゃくちゃ高いです。1戦目から高いのでアイテムとかをうまく使いながら戦っていくっていうところを注意しながらやっていってください。でまず1戦目から見ていくんですけど、まあ、1戦目から4戦目まで全部回避無効になります。でこの回避無効っていうところに必殺反撃とかも無効にするっていうのがあるので、そこは注意してください。ゴジータ4とかで必殺反撃っていうのが無理になってます。で1戦目見ていくんですけど、ごく力属性ですね。まあただ、まあ、4周年悟空とかもいますし、あとは7周年のガードとかをうまく使いながらやっていければ、アタックディフェンスとか上げつつノーアイテムでノーアクティブでクリアできるんじゃないかなと思います。なのでまあ1戦目はそんなに言うことないので2戦目いくんですけど、2戦目は極技属性になるので、ファイクーハンに攻撃が来るとちょっとまずいので、まあ、お化けとかあとファイクーハンのアクティブとかを使いながら相手の行動を引き伸ばして戦っていくっていうところをやっていければなと思います。まあ、目標はお化け1個だけ使うとかっていう感じですね。ただまあ自分はお化け1個と対空班のアクティブも使っここで使っちゃったんですけど、まあ、クリアはできたんで、まあ、なんとかなるかなっていうふうには思います。でここでもアタックディフェンス、7周年のアタックディフェンスは上げていきたいですね。でまあ、なので2戦目はパイクーハンに攻撃が来るっていうのを注意すればいけるかなっていうふうに思います。で3戦目は極力属性に戻るんですけど、3戦目は相手が全体必殺なのでそこを注意ですね。もう4コンビとか、まあ、ゴジータ4に合体しても一撃で吹っ飛ばされるので本当に注意です。なので必殺を打たれないようにお化けとかで引き伸ばしつつ、まあ、4周年悟空とかでぶっ飛ばすっていう感じですね。自分は4周年悟空とゴジータ4のアクティブを使って倒していきました。なのでまあ全体必殺とかをされなければそんなに、まあ、火力は高いですけど怖くはないって感じですね。なのでまあ4戦目いこうと思うんですけど、4戦目はマジでやばくて、っていうのも必殺をブルーコンビじゃないとちょっと受けきれないっていうのがあるので、なので理想としてはここでアイテム、まあ、お化けを1個使えればだいぶ戦いやすくなります。まあ、あるいは変身した後のブルーコンビとかゴジータ4っていうのは
超必殺技を打てれば相手をひるませることができるので、それで相手の攻撃回数を減らしながら戦っていくっていうことができれば結構4戦目戦いやすくなるんじゃないかなと思います。なのでバーサスブロリーの立ち回りは、まあアイテムとか対空間のアクティブっていうのを使わないでいけるのであれば、本当になるべく1戦目2戦目とかで使わないで後半で使えるようにしていきたい。そして後半はそれプラスブルーコンビとかゴジータ4のひるみ、相手をひるませるっていうのをうまく使いながらアクティブとかで相手を削っていくっていうのが立ち回りになります。なのでまあ今回ちょっとねざっくりではあるんですけど、こんな感じの立ち回りでいったよっていうのを紹介していったので、少しでも役に立ったよっていうふうに思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ということでまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。